おはようございます。天正交通です。ただいま時刻は、朝の5時40分ぐらいです。そしてここは北海道の、札幌駅の前にいます。ここ札幌から旭川を経由して、道東の都市網走に向かいたいと思います。はい、今回使用する切符は何度か使用している青春18切符になります。果たして網走まで何時間かかるでしょうか。ちなみにこの石北本線はかなり普通列車の走ってる区間が少ないところがあって、青春18切符ではなかなか行きづらい場所となっております。高難易度の路線ですね。まあ全体的に北海道は全部高難易度なんですが、では乗りたい電車は何番線なんだ。はい、最初に乗る列車はこの8番線から出る6時始発の、旭川行きですね。こちらに乗りたいと思います。旭川行きの列車はすで、にホームで待機済みですね。ではこちらに入りたいと思います。現在7時52分ぐらいですね。ただいま滝川の駅に到着しました。普通列車は先に網走方面に向かうオホーツク号の、待機待ちをしております。普通列車もこう滝川止まりの列車は多く、ここより先はだいぶ本数は減りますね。網走行きをご利用のお客様は6番線の列車が到着いたします。
網走、旭川、網走方面はだいぶ普通列車を降ります。ちなみにここから、富良野線も出てるんですが、富良野線の時刻表はこんな感じです。6番線に列車が到着いたします。ご注意ください。終着旭川に到着しました。ただいまの時刻は8時53分ぐらいですね。おおよそ札幌から旭川までは普通列車だと2時間50分、約3時間弱の道のりでした。はい、そしてここから石油湖本線に取り替えたいと思います。特急総武線旭川1号車の1部と2号車、3号車です。次に乗る予定の列車は9時19分発上川行きの列車に乗りたいと思います。6番線のホームはこちらは稚内方面の宗谷本線ですね。旭川から富良野方面に行く列車は、こちらの12番線ですね。列車が到着いたします。ご注意ください。結構お客さん乗ってましたね。こちらは稚内行く特急列車、特急宗谷ですね。旭川のイオンモールは駅直結でかなり近いところです。あります。改札の目の前にイオンモールがあるんですね。はい、ではこの旭川から上川行く列車の方に乗りたいと思います。
終点の上川駅に到着しました。ただいまの時刻は、10時半過ぎですね。およそ札幌から4時間半ほど、経過しました。そしてここで次の列車に乗り換えたいと思います。ここでは次の列車まで時間がちょっと空きます。なので改札1回出ます。次の列車は11時10分発のエンガル行きの列車になります。青春18切符で越えるにはここから先がとても難しい場所で、というのは、この11時10分の列車に乗った後は次はこの15時41分の列車になります。この2本しかないのでかなりの難関ポイントになります。ちなみにこの特急4本のうち2本、特急大雪1号と3号が臨時列車になるみたいなので、定期列車は、合計特急合わせてここから先へ行くには4本になるみたいですね。川上駅はスキーヤーの有名な選手の高梨沙羅選手の地元らしいですね。上川駅の、駅前の様子です。普通列車の遠軽行きが入線してきました。はい、こちらの普通列車なんですが、ある意味日本一なんじゃないかなと思う列車だと思います。というのは次の上川駅から白滝駅まで、50分ぐらい無停車というとんでもない普通列車になります。そもそもこの列車の終点の遠軽なんですが、だいたいここから80キロぐらいあるんですけど、4駅しか止まらないという素晴らしい普通列車になります。ここから先遠軽に向かうためには、この列車の次は、先ほどご説明した快速の北見号になります。ここから先遠軽方面行くには青春18切符ではこの2本になります。ただ難関といえ時間設定がまあまあいいので、その分助かりました。まさかの3両編成でしたね。ただこの一番奥の車両の端っこの方はホームに届いてないので、これ3両目は乗れないのかな。扉が開いてないので3両目は乗れなさそうですね。あ、車両はつながってるけど先には行けないのでここから乗れないみたいですね。あちらは旭川まで行く解説ですね。解説機は遅れて到着したようです。
終点の遠軽駅に到着しました。次の駅から次の駅まで50分ほどかかりました。日本一、今現在のところ日本一ではないかと思われる、普通列車でしたね。まあ、また変わるかもしれませんが、まあ、正確には、止まらないというよりかは使用時間が50分かかったということでしたね。2回ほどあの作業員さんが、乗り降りするところで止まったので、そして引き続き、1番線から北見網走方面の列車に乗りたいと思います。次は1時ですね、13時ちょうど発の網走行きに乗りたいと思います。こちらが遠軽の街並みです。駅前の街並みです。ちょうどあちらが網走から来た普通列車ですね。では網走に向かってこちらの普通列車に乗りたいと思います。今時刻は2時15分、ここは北見駅に到着しました。札幌からおよそ、8時間半ですね、8時間半の道のりで北見駅に到着です。乗ってきた列車網走行きなんですが、ここで30分の、待ち時間がありますので1回改札に出たいと思います。はい、北見駅の発車時刻表です。
港から網走方面は本数が先ほどの遠軽駅より増えてる感じですね。はい、こちらが北見駅前の、様子になります。いろいろな場所にあるホテル、ルートイン、あとは東横イン揃ってありますね。さすがカーリング日本代表選手を生んでいる街という感じです。はい、再び北見から網走に向かって普通列車に乗り込みたいと思います。終点網走に到着しました。ただいまの時刻は16時ちょっと過ぎなので、札幌を出てから、およそ10時間の道のりでしたね。あちらが釧路行きの雲本線の列車が止まってましたね。はい、こんな感じで網走の駅に到着いたしました。はい、こちらが網走の駅前です。札幌から10時間の道のりですね。青春18切符を使うと10時間ほどで到着できるという、ことになりました。いやー、結構遠いですね。やはり一応今回はこのような感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。